こんにちは、家康不動産です。本日はこちら。東向島駅の出口を出てから、徒歩3分のところの物件を紹介します。東向島駅は、東武伊勢崎線の普通電車と区間準急、急行が停車し、北千住駅まで8分、浅草駅まで9分で行ける、昔ながらの町工場の多い、閑静な住宅街です。また、東向島駅の隣には、東武博物館があり、電車好きや、子供に人気で、ファミリーにもおすすめの街となっています。東向島駅の出口を出て、まっすぐ歩くと、鉄道好きにはたまらない、東武博物館の鉄道が見えてきます。鉄道を越え、横断歩道を渡ると、大通りに出ます。横断歩道を渡り、右へ、左へと曲がります。少し、歩くと。それでは、中に入ってみましょう。白で統一された、落ち着き、高級感のあるお部屋ですね。玄関入って右側には、帽子やカバンなどがかけられるフックがあり、左側には、11段のシューズボックスがあります。開けたらこんな感じ。そして、目の前には、二口ガスコンロ付きのキッチンがあります。収納する場所が上下にあり、どちらも大きいので、たくさん収納できそうです。こちらも開けてみましょう。キッチンの横の扉を開けてみましょう。左側には、身支度などを整えるのに最適な、独立洗面台が現れます。こちらもたくさん収納ができますね。洗面台の向かいの扉を開けると、手洗い付きの温水洗浄便座のトイレが現れます。棚がついているので、小物が収納できそうですね。洗面台とトイレの間の扉を開けてみましょう。こちらは、浴室となっていて、雨の日、冬の日でも安心な、浴室乾燥機付きとなっています。向かいの扉の方へ行ってみましょう。キッチンの横には、冷蔵庫を置くスペースがあり、その向かいには、収納できる棚がついている、洗濯機置き場があります。横の扉を開けると、白で統一された、エアコン付きの明るい洋室が現れます。広さは、約6畳で、一人暮らしには最適な大きさとなっています。洋室の右側には、少し奥行きのあるクローゼットがあります。洋服や小物が収納でき、大人一人すっぽり入る広さとなっています。続いて、眺望を見ていきましょう。眺望はこんな感じです。角部屋なので、風通しは良さそうです。こちらで、本日の物件紹介は以上となります。ぜひ、皆さんも見学してみては、いかがでしょうか？物件の詳細はこちら。